スター。皆さんこんにちは。こんにちは。アシスターズの佐々木ここねと渡辺玲子さんです。はい、渡辺玲子です。今日もお願いします。お願いします。いやーもうね、7回目という。そうですね。いよいよクライマックス。はい。はい、水遊び編。クライマックスが水遊び編って呼ばれてるんで。この子たちも一緒に付き合ってもらって。はい。では、動画を見ていきたいと思います。はいはい、ここの公園は、お水だけではなく岩場もそれから草もある、とてもこう起伏の激しいところですね。でこれはバランス感覚も養いますし、じゃあどうしようこうしようかな、あっち行ったら危なくないかなっていうようなことをいつも試行錯誤するので、とても脳のシナプスを増やすのにはとてもいい公園です。そうなんですね、はい、むしろこういうのがいっぱいあった方がいい。そうですね、はい。で今も足濡らしてますけれども、お水の冷たさ、それから草のチクチク、土のトゲトゲ、そういうのも足の裏から入ってきますので、それがどんどん実は脳のシナプスを活性化させ増やしていく形になります。でその時気をつけてほしいのは、やっぱり水ですので、つるっと滑ってしまったり、あとはこう岩場ですので転んだら頭を打ったりしますので、必ず親も一緒に水に入って、大人の妻の人が、大人の人が気をつけてあげることが大事。優しいですね。見てくれて、走ってきてくれました。もうすっかり仲良くなって。はい、そうですね。この気持ちを共有するっていうことが、実はその大人、周りの大人の人との信頼関係を結ぶということにとても大事なことなんで、私は別に親ではないんですが、ちょっとしたこういった瞬間から、こう人と信頼関係が結べるんだっていう。これ社会性の自信につながってきます。なるほど、はい、ですので親御さんの方も全部自分が見なきゃいけないのではなくて、周りの方たちの大人の目も借りていただいて、ちょっと見ててくださいとか、一緒に手伝ってくださいって、こういう時は大事かなと思います。そうですね、今ママがね、カエデちゃんに見るから、そうですね、ママもね、できるようになって、そうですね、はい、これができると二人目さんはちょっとね、応援が楽しくなりますね。そうですね、はい、そんな方がね、ちょっと見ててくれたり、ちょっと手伝ってくれたりすると嬉しいので、周りの方もちょっとアシスタントになって、はい、欲しいですね。自分の子だけじゃなく、もちろん自分の子はもちろん、もちろんですよね、はい、もちろん一緒に見ていかれるといいかなと思います。本当にそうですね、はい、もう私もなんかこれを見て、やっぱ手助けをしていいんだと思って、はい、手助けしてください、ぜひぜひ、はい、子供が好きな大人のことを、すぐよくわかるので、みんなは自分が子供好きだなっていう方は、どんどん積極的に子供さんに直接声をかけて、こんにちは、お手伝いしようかって言ってあげるといいと思います。なるほど。ママじゃなくてパパじゃなくて、子供に直接、あなたも赤ちゃんアシスタント。それでは私もアシスタントになろうと思います。はい、ぜひお願いします。それでは皆さん、どうでしたでしょうか、はい、楽しんで見てくれたでしょうか。最後ということで、はい、はい、はい、皆さんもぜひこれを見てアシスタになってください。はい、またお会いするのを楽しみにしています。はい、それでは、はい、バイバーイ。きっと大丈夫。